あれ翔平さん来たんですか。うぃどうす、何やってんすか。冬なんでトレーニングバット振ってます。へぇ、結構重そうですね。1300。すごいっすね、はい、そのパーカーは何のパーカーですか。翔平って言いました。シャツのデザインをパーカーにしたっていう。へぇ、これは刺繍です。あぁいいっすね。18番かっこいいっすね。やっております。ちょっと邪魔しないで。よっしゃ。はい、行きます。レンティーショット、レンティーを用意して、はい、行きます。足腰が足腰ボロボロじゃないですか。足腰がボロボロですよ。滑るね。え、ちなみにそのバットは何か秘密があるんですか。 1300g 以外の秘密というか、まあ、なんか太くないですか、まあ、メーカーさんは、はい、ワールドペガスさん、ワッペ、あ、ワッペなんですけど、これねバットの持ち手がすごい、持つところ太い、このグリップのところがめっちゃ太いんですよね。太いですね。でも普通のバットと比べてほら全然違う。全然違うんですよ。全然違う。そうで、まあこれはもちろんもう強く振ることをイメージとしたバットなんですけど、たくさんもういっぱい振って、これ強く振ってパワーつけて遠くに飛ばすと、はいはい、ベースまで買ったんだけど、お大宮のベースまで買ったんだけど。ちなみにお値段は、まあ、8000円ぐらいです、ね、まあ、トレーニングバットとしては、はい、そうだね。グリップが太いからあれです、握力も鍛えられますね。握力もすごい、やばい、腕パンパンになりますね。パンパン、普通に振るよりかは。多分これ見てる人多分知ってるから、振ったことある人もいると思うんですよ。おで、結構振った後に、はい、こっちのあのいつも使ってる、はいはいはい、ギアキングの方、はい、持つと、はい、もう超軽いし、あの、何爪楊枝を持ってる感じみたいななるんで、この状態でそれでロンティーやったらやばいんじゃないですか。やばいと思う。操作性がしやすくなって、おなんか超飛ぶわって感じ、うん、試合のバッターボックス入る前にちょっとそれで素振りしてからバッターボックス立つと、そうだね、すごい打てる気が。そう、それはもうあのエクスプレスの試合の時に一回持ってったんですよ。はいはいはい。その時にこうメンバーがこう、うんうん、振ってて、はい、その後にこうバット持って、うわやばめっちゃ腕そうみたいな言ってたんで、実際多分そうなんだろうなって。なんですか、そのハンドリングが効くというか。そうね、うん、そんな気がします。丸みたいなねツイスト打法それとちょっとあの気持ち悪いですちょっと気持ち悪いです。ちょっと気持ち悪いです。ちょっと気持ち悪いです。なんか気持ち悪いです。やめろよちょっと気持ち悪いです。はい、回ってんぞ、まあ、それでしっかりトレーニングして、そう、これでそうどうかなって感じでやってました。どうか、ちょっとまっちゃんも振ってみようか。俺も振るんすか。まずあの太いっすね。太いっしょ。すげえ太い。そうなんだよ、すごい太い。そう、いや結構しんどいっす。でしょ。いやしんどいっす。そうなんだよね。疲れました、ね、疲れた、まあ、5スイングぐらいしかしないですけど、まあ、1300だからやばいっすねこれ、はい、しかもその握力っていうんですかね、まあ、手の力というか、そうね、パワーがね、そこがすごいっすね。そうそう、でその軟式のバットで振ってみると、いやもうほんと爪楊枝じゃああの松本君流のあの分回し打法お願いします。お願いします。弱いっすね。ちょっとアップしないんで、中村のりでアップしちゃう。あーいいね飛ぶねめちゃめちゃいい。風強いね今日。強いですね。風強すぎる。やばい寒い。バッティングローもしないんで確かにね、怪我しないように行きましょう、はい、もういいですか。はい、はい、これマジで冬のトレーニングとか打席入る前のあの一振り二振りとかめちゃめちゃ効くと思うんで、そうっすね、もしあの興味があったら見てみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。
気抜いた綺麗